情報を持ち帰ろうと一人で無茶して。みんな聞け。BSAA の仕事は世界からバイオテロをなくすことだ。そのためにはみんなの力が必要だ。一人も欠かせない。その通り。みんな世界を救うためなら命も惜しくないんだろうが、俺の仕事はお前らを最後まで生かしておくことだ。泣くなフィン。すみません。誰一人置き去りにはしない。俺の元では。分かったな。イエスさん。フィン、状況は。はい。反政府ゲリラが使っている BOW はジュアボと呼ばれる新種でして、知能と戦闘能力が非常に高く、データにはない不可解な肉体的異変も確認されています。それじゃあ3部隊に分かれてこの新種を迎え撃つ。行くぞ。はい、よっしゃ。イエスさん。お前新人だな。はい、フィン・マコーレーです。緊張するだろうがチームがついてる。安心しろ。イエスさん、全力で頑張ります。隊長ってかっこいいですね。国家安全保障局のシェリー・バーキンです。シェリー・バーキンって楽雲事件の。誰からそれを。クレアだ。それじゃあなたがクリス。妹が世話になってる。隊長、あいつ反政府軍。そう、彼は傭兵です。訳あって合衆国政府が保護しましたが、 BSA の敵ではありません。金次第で敵にもなるぜ。今なんて言った。なんだ。なんでもない。司令部からアルファチームへ。放射砲が邪魔で増援部隊が着陸できないらしい。対処しろ。アルファ了解。マッタ、レーダーに未確認飛行物体を捕捉。こっちへ向かってる。行き先は伝えた。ご協力ありがとうございます。おい待て。どっかで会ったか。アホ面は似たり寄ったりで見分けがつかねえな。お前いい加減に。悪かった。気をつけて。隊長、なんであいつを行かせたんですか。何人もの仲間が奴らにやられてるんですよ。使命を忘れるな。いいか、当面の敵はあいつらじゃない。敵はバイオテロですよ。新米に言われなくても分かってる。職員よ、エイダモン。捕まっていたの。シーウイルス、ジュアボを生み出しているのはこれか。ええ、そういう噂を聞いたわ。他に何を聞いてる。まずはその銃を下ろしてくれない。
理由もなく降ろすのは無理だな。ネオ・アンブレラ。ネオ・アンブレラ。反政府ゲリラに協力していた組織が確かそんな風に名乗ってたと思う。じゃあシーウィルスもそいつらが。わかるのはそこまで。ありがとう、協力に感謝する。フィン、彼女を護衛しろ。わかりました。目を離すなよ。了解。あの女がいない。フィン、どういうことでしょうか。さっきまでここにいたのに。エイダ、エスコートありがとう。思い出にこれを受け取って。逃げましょう。もう一杯。こんなうまいステーキ珍しいよ、この辺りじゃ。十分でしょ。あのな、お嬢ちゃん、お前はニコニコと酒ついでりゃいいんだ。余計な口を聞くな。あんたもう帰ってくれる？帰る場所がない。えい、ダメバスやザモリラダオデテ。だから帰れって。こんな吐きだめでクリス・レッドフィールドを見つけるとは思えませんでしたよ。誰だお前は。ピアーズです。ピアーズ・ニーバンス。聞いたことないな。じゃあこれは覚えがありませんか。なんだこれは。本当に何も覚えてないんですね。バイオテロですよ。
過去からは逃げられませんよ。立ち向かわなきゃダメです。誰だお前は。何が言いたい。いいですよ。俺を覚えてなくても、こいつらも。見てください。見ろよ。あんたの部下だ。あんたの指揮の下で死んでった。こいつらだけは忘れちゃダメだろ。あんたが逃げたら、こいつらみんな犬死にじゃないか。なんだよ、半年かけてやっと見つけたらこんなざまかよ。BSA。 そうだ、そこがあんたの帰る場所。みんなが待ってる。みんなって。連れて帰ります。何が何でも。隊長。フィン。ピアーズ。はい。エイダ・ウォンはどうなった？思い出したんですか？隊長、エイダはどこだ？彼女がネオ・アンブレラのリーダーで、このテロも全てこの町にいるのか？テロ発生直後に目撃されてますから、間違いなくいます。この先は俺が指揮を取る。了解。生きてたか。イドニアから半年、行方不明でした。
われてる。隊長、全員散れ。化け物どもを片付けるんだ。隊長、行かせちゃダメですよ。いや、BOW の壊滅が先だ。でもあの二人はネオアンクレラに狙われ。俺たちの使命は BOW を壊滅させることだ。何を考えてるんですか。一人で突っ込むなんて。隊長は俺だ。逆らう気なら従う奴と交代させる。何を言ってるんですか。黙って俺の指示に従え。聞こえたろ、行くぞ。化け物め、どこにいやがる。危険すぎます。一旦体勢を整えましょう。隊長、私をお探しかしら。ようこそ中国へ。エイダ、待て。こうなったら殺すしかありません。こうするしかないんです。隊長、どうか落ち着いてください。お前は平気なのか。何人も殺されたんだぞ、あの女に。そんなことは分かってます。でも復讐を急いでも何にもなりません。怒りに目がくらまなければ何人かの命は救えたはずです。黙れ。もう任務はどうでもいいんですか。黙れ。あんたを信じて死んでった仲間が不憫だ。ねえ、伝説の英雄クリス・レッドフィールドはどこへ行ったんだよ。今のあんたを見たらフィンもがっかりだ。俺はエイダを追う。 HQ、 こちらアルファリーダー。エイダの現在地を知りたい。俺も行きます。誰かがついてないと危なっかしくてしょうがない。ここでCウイルスを開発してたんでしょうか。
だ。逃げ切れると思うなよ。ここで何をやってる？銃を下ろせ、クリス。彼女はテロの証人だ。証人じゃない。そいつが首謀者だ。違う、首謀者はシモンズだ。大統領補佐官の。そいつが部下を全滅させた。シモンズは7万人以上殺した。大統領を殺したのも奴だ。その女はネオ・アンブレラなんだ。分かってるのか？ああ、分かってる。それでもあの女をかばうのか？ああ、そうだ。は同じだろ。分かった。エイダは BSAA に任せろ。お前たちはシモンズを追え。クリス、お前を信じてるぞ。港の方へ逃げました。乗ってください。ピアーズ、過去からは逃げられないと言ったな。その通りだ。大将、追いつけるか？追いついてみせますとも。ウイルスが体の中に広がるのを感じる？あなたがくれたものをそっくりそのままお返しするわ。シモンズ、最初は怖くてたまらないでしょうね。でも安心して、元から人手なしのあなたが人間じゃなくなるだけよ。地球上の全人類と一緒にね。この世界を築いたのはあなたのファミリーなのかもしれない。でも明日からは何もかもが変わるの。エイダ！あなたもしつこい男ね。部下を二度も全滅させてまだ懲りないの？半年前の件といい、正直あなたの部下にはなりたくないの、クリス。挑発に乗らないでください。あ、でもお礼を言わなきゃね。本当感謝してるのよ、あなたの部下たちは。シーウイルスのいい実験台だったの。部下を失って以来、お前を殺すことだけを考えてた。だが復讐より正義を果たしたい。終わりだ、エイダ。そうね、終わりよ。他の空母が発射準備を進めてる。
リサイルか。死人が溢れかえるわ。ラクーンシティの光景がまた蘇るのよ。でも今度一つの街じゃない、全世界でよ。今のは何だったんだ。新型の注射器です。2本なくなってる。とにかく持ち帰れ。 HQ に分析を頼もう。こちらアルファリーダー、所在不明の空母を確認してくれ。首都機能が完全に麻痺し連絡が取れなくなっている。時間をくれ。時間はない。このテロ自体がおとりだ。奴らは全世界にウイルスを撒く気なんだ。どうします？使える飛行機を探そう。格納庫へ行くぞ。了解。街に飛んでいく。こちら FOS、 応答願います。 FOS？ BSAA、 クリス・レッドフィールド。当局のレオ・ S ・ケネディと回線つなぎます。何？レオ、今どこにいる？クリス、ターティーの外れだが、なぜ？今すぐ逃げろ！今日は良くない。最悪だ。クリス、頼みがある。海底油田から二人助け出してほしいんだ。シェリー・バーキンとジェイク・ミューラー。ジェイクはウェスカーの息子だ。ウェスカー？ジェイクは C ウイルスの抗体を持っている。分かった、任せておけ。よし、頼むぞ。待ったレオ、俺からも話がある。エイダ・ボンが死んだ。了解。とにかくシェリーとジェイクを助けてくれ。あそこだ。
皮肉なもんですね。ウイルスで世界を滅ぼそうとした男の息子が世界を救う唯一の希望とは。しかも俺が助けに行く。彼の父親を倒したあなたが、ほらやっぱり皮肉でしょ。まあこれも運命かもな。ウェスカーを倒したのは3年前。俺の戦いはあの時終わってる。ジェイクを助けたら俺は銃を置く。何ですって、待ってください。いい後継者もできた。あとはお前に任せたい。俺には荷が重すぎます。大丈夫だよ、お前なら。よし行くぞ。隊長、行くか。これでいいはずだ。感づかれた。急ぎましょう。クリス、無事でよかった。あなたたちが助けてくれたの。さすがは正義の味方だな。親父に似てるな。どうしてここが。ちょっと待って、知ってるのか。ああ知ってた。俺が殺したんだ。つけとけ。俺と彼の問題だ。撃ちたかったら撃っていい。当然の権利だ。ただし君は絶対に生き延びろ。生きて世界を救え。どの面下げて俺に命令してんだ。やめて。今すぐ銃を下ろせ。一つ聞く、殺したのは上の命令か、あんたの意志か。両方だ。3秒以内に下ろさないと頭をぶち抜くぞ。銃を下ろして。早く。やめて。今はこんなことしてる場合じゃねえからな、あんたも俺も。逃げないと。ジェイク、分かってる。任せろ。行こう。待って。お前にはやるべき仕事があるだろう。
ようぜ。大丈夫か。なんとか。気をしっかり持て。絶対に助かる。すみません、隊長。BSA のために、未来のために。分かってる。お前はよく頑張った。隊長さえいれば。それ以上言うな。一緒にここを出るぞ。いいな。ピアズ、脱出するぞ。
隊長。 HQ から指令です。わかった。すぐ取り掛かろう。了解。